マル新星、ライブカートガスブローバック、ハンドガン、CZ75。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。はい、皆さんごきげんよう、ジョニーな人です。今回は2022年4月に再販されたマル新星ライブカート式ガスブローバックハンドガン、CZ75 を久しぶりに売ってみたいと思います。箱を開けると取扱説明書と、ダブルディープブラックに関する注意書きが入っていました。取扱説明書には、スライドを組む際の注意点などが載っているのでしっかり読んだ方がいいです。カートリッジはゴールドカラーのものが最初から10発付属していますが、私は予約時にカートリッジ20発とスペアマガジンを1本注文しました。CZ75 本体はヘビーウェイトブラック、ABS ブラック、ABS シルバー、ABS ダブルディープブラックの4種類がラインナップされていましたが、私が購入したのはご覧の ABS ダブルディープブラックです。熱気した ABS プラスチックにブルーイングっぽい表面処理が施されたモデルです。かなり綺麗な表面処理なのですが、オイルや手の皮脂が付着して汚らしく見えます。オイルを塗って、ウエスで綺麗に拭き上げて干渉するタイプのトイガンです。細部を見てみましょう。左側面にはご覧のような刻印が施されています。モデル75、メイドインチェコスロバキア。左側で目立つのはここの刻印だけです。グリップには滑り止めの細かいドットが入っています。右側を見てみましょう。スライドとフレームの両方に製造番号のような同じ数字が刻印されています。イジェクションポートのすぐ後ろやチャンバーカバーにも刻印があります。アイアンサイトはシンプルですがちょっと大きめのリアサイト。フロントサイトもオーソドックスなタイプの固定サイトになっています。バレルは美しいシルバーメッキです。このダブルディープブラックという表面処理ですが、綺麗なんですけど、とにかく指紋などが目立ちます。ヘビーウェイトのマットブラックの方が扱いやすいかも。マガジンキャッチを押すと、マガジンは自重で落下します。マガジンを抜くと本体はかなり軽いです。そしてマガジンはかなりごついです。カートリッジを装填できて、かつガスタンクも内蔵しているためでしょう。放出バルブ付近の構造は、一般的なガス風呂のマガジンとだいぶ見た目が違います。このマガジンを抜いちゃうとかなり軽いので重さを測ってみましょう。CZ75 本体だけだと、344g しかありません。マガジンだけだと、291g。そしてマガジン装着状態、635g。なんとマガジンだけでこのトイガン全体の 46.2% の重さを占めています。驚きですねー。ちなみにサイトピクチャーはこんな感じで、結構見やすい部類だと思います。それでは各部を動かしてみましょう。ハンマーを起こすと、トリガーが交代します。シングルアクション。トリガープルは重くはありません。セーフティー。スライドストップリリースレバー。スライドを引いてコッキングしてみましょう。スライドは天地が狭いので持ちづらいです。ああ、ガスが入っていましたね。アウターバレルをよく見てみましょう。美しいですねー。シルバーのバレルとダブルディープブラックの表面処理が合ってますねー。この CZ のダブルアクションは疑似的なもので、ガス風呂のおもちゃとしてはダブルアクションは機能しません。ガバ系やグロックなどのようにシングルアクションのトイガンとしてしか遊ぶことはできません。ライブカートのトイガンとしてしっかり作動させるためには室温も25度以上ないと厳しいです。室温が十分に高いとブローバックは快調です。ちなみにこの撮影をしている時点での室温は約32度もあります。
このくらいの室温があればフロンでもかなり快調に動かすことが可能です。マガジンは構造上タンクの容量が少ないため、ガスチャージはこまめに行った方がいいです。それでは付属のカートリッジを見ていきましょう。前述のように最初から10発付属しています。付属するのはゴールドカラーですが、別売りでシルバーカラーも販売されています。カートリッジはマガジンの前側に8発まで装填できます。8発目はややきつくなりますが作動に問題はありません。カートリッジが入るだけで一般的なガス風呂との違いを感じますね。マガジンを装填して、スライドを引くと、イジェクションポートから見えるゴールドのカートリッジが素敵すぎます。気分が盛り上がりますねー。それじゃあ空打ちしてみましょう。反響はバッチリです。私が買ったこの個体は室温が20度くらいしかないと最終段でスライドストップがかからないことが多いのですが、さすがに32度もあるとストレスなく作動しますね。それじゃあ次は BB 弾も入れて打ってみましょう。使用するのは 0.2g のプラスチック弾です。BB 弾をカートリッジの前側から押し込むだけです。こんな風にグッと入れるだけ。この状態のものを8発組んでいきます。そして先ほどのようにマガジンに込めていきます。結構マガジンフォロワーが固めなので、ちょっとシリコンオイルを刺しておきました。それでもスムーズに入っていかないですねー。でも壊れることはなさそうなのでグイグイ押し込んでいきます。セット完了です。いいですねー。BB 弾の発射も全く問題なしです。現在の室温は約32度、初速を測ってみましょう。61.7。室温の割には大したことないですねー。2発目打ってみます。2.0。計測数がなぜか3発目になっていますので、計測エラーのようですね。61.2。66.5。 あれー、マズルブッシュが前に飛び出しています。なんか変ですねー。こんな状態になったのは初めてです。このまま打ってみます。 60.9。 あやややマズルブッシュが取れちゃいました。おととしの4月に買ってからまだ10回くらいしか打って遊んでいないのですが、こんなことってとりあえず戻して、このまま計測を続けます。このマズルブッシュって、プラの弾性で前からハマっているだけなんですねー。スライドに接着してしまった方が良さそうですね。63.3。65.3。68.1。波はありますが、すべて秒速60メートル台でしたね。次はグルーピングを見てみましょう。はい、特設シューティングレンジに来ています。こんな顔していますが、サイバダリではありません。
今回はジョニーな人です。このマスクが一番見やすいんですよ。さて、マズルブッシュですが接着剤を薄く塗って外れないように固定しました。それとですねー、このリアサイトですが、打っていると振動で左右にずれてくるんですよ。しっかり固定できる方法がわからないので今回はこのままで打ってみますが、打っているうちにサイティングがずれてきそうな気がします。マガジンはスペアマガジンともに7発ずつ装填してあります。うまく配強されて当たるといいんですけど。あれ？顔が半分映っていない。とりあえずいつものように屋内5メートルで打ってみます。ここからだと5メートル。なんか、右下に当たるなぁ。一応固定ホップもついているんだけどなぁ。2マガジン目はパパパッと打ってみましょう。全然ダメじゃん。途中の4発は一体どこに当たったのか不明です。カートの廃墟は気持ちいいんですけどねー。すっごく快調です。ただ、グルーピングは、だいぶ下に落ちる傾向がありますね。2年前に買った時はもっと当たった気がしたけど。まあ、モデルガン的な遊び方が適しているだろうから、こんなもんなのかなー。それじゃあ、今回はこの辺でー。バイバイ、またねー。